アローハ、ハワイのタミーです。今回の動画はウィンダムのコンドミニアム、カウアイ島のリフエ空港から一番近いカウアイビーチビラズを紹介します。カウアイ島のリフエ空港を出て一つ目の信号を右折して走って5分もしないうちにカウアイビーチビラズのお隣のホテル、カウアイビーチリゾートのサインが見えるので右折してください。するとこんなに可愛いツリートンネルが見えてきます。ツリートンネルを通り抜けるとすぐ左手にカウアイビーチビラズのサインが見えます。タミーがどこにいるかというと、カウアイ島のコンドミニアム、ウィンダムのカウアイビーチビラに来ています。お部屋の中を紹介したいと思って、入ってすぐ鏡があって、リビングねはこんな感じです。広いですよね。ウィンダムのタイムシェアを持ってたり、ウィンダムに泊まってみたい方にお部屋を紹介したくて撮っています。大きなテレビがあります。鏡になっているので部屋が広く見えます。ラナイも広くてテーブルもあるので、前が池で噴水があるので水辺でご飯食べれるって感じ。左側は海になります。でお隣のホテルにも行くことができるので、そんな様子もお伝えしたいと思います。こちらにはダイニングテーブルがあって、そう、壁にはカウアイ島の山とか、そう、カヤックとか飾られています。後ろがキッチンになります。キッチンも広いんですよ。リビングこんな感じ。エアコンももちろんついてますよ。すごく涼しいです。そしてでキッチンがこんな感じ。キッチンもフルキッチンです。広いですよ。マイクロウェーブがあったり、全部食器とかも用意されていて、シンクはこんな感じで、食器洗い機もあります。洗剤もありますよ。冷蔵庫も大きいです。バーベキューやったりシュリンプやったりするので買い物してきてあります。お部屋が2ベッドになっているので、お部屋を紹介したいんですけれども、入って一つ目のお部屋のところにはランドリーねもあります。そう、洗剤もありますよ。一つ目のバスルーム、バスタブあります。トイレと鏡とタオルとかも用意されていて、で一つ目の部屋、暗かった、電気つかないのかなそう、ちょっと暗いですか、ごめんなさいね。こちらが一つ目のベッドルームで、ツインベッドになってます。でテレビと鏡とチェストがあって、こちらにはクローゼットです。結構広いですよ。広いクローゼットがあります。お部屋はベッドが2つ、チェストがあって、こちらにも狭めですけどラナイがあって、綺麗なお庭、駐車場見えます。もう一つのお部屋の方を見てみましょうね。こちらはね、お掃除用具とか入っているところです。お掃除用具、アイロン台とアイロンもあります。こちらがキングサイズベッド、ファンがあってキングサイズベッドのお部屋になります。テレビがあって、鏡があって、椅子もあります。さあ、こちらにはエアコンの室外機があって、先ほどの隣の部屋とはこのラナイはつながっていません。でもお庭が見えます。収納はこの鏡になってるところが収納になっていて、こちらはバスルームになります。タオルとかね用意されていたり、可愛い絵があったり、バスタブです。2つのお部屋2つともバスタブがあるからいいですね。こちらがラナイで、こちらはねウィンダムのカウアイビーチビラーズの建物なんですけど、その向こう側がカウアイリゾートホテル、
になって、こちらのウィンダムに滞在するとハワイリゾートホテルのプールとか使えるようになっているので、そちらの方のプールはすごいゴージャスということで楽しみに行ってみたいと思っています。綺麗なナパリの絵も飾られています。そうですね、こんな感じで、カワイ島には6つウィンダムのコンドがあるんですけど、その一つになりますカウアイビーチビラ。空港からは来れる、まあ、便利なロケーションにあるので、カウアイ、ね、ビーチビラの建物とか隣のカウアイリゾートホテルの動画を紹介したいと思っています。カウアイビーチビラズには何箇所かバーベキューグリルがあるので、宿泊したらステーキ焼きたいですよね。ステーキグリルの横にはテーブルや椅子もあるので、こちらで食べてもいいですし、お部屋に持って行って食べることもできます。スイッチをひねっても火がつかないときは横や後ろを確認してください。元栓が閉めてあるときがあります。お肉はカウアイ島のコストコでリブアイのステーキ肉を買ってきました。どうですか、このお肉の分厚さ、辞書ぐらいありますよ。美味しそうな焼き目がついてきました。ひっくり返してフードを下ろして蒸し焼きにします。反対側もこんなにいい焼き目がついてとっても美味しそうです。今回のお部屋はバーベキューグリルと近い場所だったので、部屋に持って行ってステーキいただきました。ステーキを焼く前にタミーの大好きなカウアイ島生まれのフレーバー塩ホットラバーを振りかけてお肉を焼きました。バターをのせて、タミーはわさびで食べるのが好きなんです。お醤油もちょっと垂らすとご飯によく合いますよ。どうですか、お肉の焼き加減ミディアムレアで完璧です。翌日のディナーはお部屋のキッチンでカウアイ島のシュリンプを使ってガーリックシュリンプを作りました。タミーはガーリックシュリンプにもホットラバを使います。そして白ワインね。簡単で美味しくできちゃうガーリックシュリンプの作り方の動画は概要欄に貼っておきますので、そちらをご覧ください。ガーリックシュリンプ美味しくできました。カウアイ島のエビは大きくてプリプリ、とっても美味しいです。コンドミニアム滞在は料理ができるので節約できますね。トーストにハムエッグ、シーザーサラダにキウイを添えて、コーヒーメーカーにサービスコーヒーがあるのでコーヒーを入れて、ジューサーがあったのでブルーベリースムージーも作っちゃいました。ウィンダムのカウアイビーチビラズに滞在するとお隣のカウアイビーチリゾートもショップ、レストラン利用できちゃうんです。それだけじゃなくてゴージャスなプールも利用できちゃうの。そんなお隣のカウアイビーチリゾートを次回の動画で紹介しちゃいます。プールはこんな滝があるプール、そして岩風呂みたいなジャグジーもあります。とってもゴージャスなカウアイビーチリゾートのプール、お楽しみにしてくださいね。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。この動画が良かったなって思ったらグッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では今日もアロハな一日を。 Have a good day。チャンネル登録よろしくお願いします。幸せになれる島カウアイの本も絶賛発売中。 Kindle ブックもあります。